ザイン伯爵領の紋章1450年のザイン伯爵領とビトゲンシュタイン伯爵領ベンドルフ郊外にあるザイン古城ザイン伯爵領は新生ローマ帝国の帝国直属身分の両方。現在のドイツラインラントプファルツ州のベスターバルト、地方を支配領域としていた。ザイン伯爵領の地名は10世紀ないし11世紀に建てられ、 1139年に資料に登場する、ベンドルフ郊外のザイン古城に由来する。ザイン伯爵家は、ベスターバルトにおいて、所領を拡大し、勢力は、ジーク川、ニーダーライン地方に接するまでに至った。最初期のザイン伯爵家の血統上の起源は不明だが、おそらくナッサ受けから出たと考えられている。伯爵家は12世紀後半以降も、結婚を通じて、 勢力を拡大していった。1246年、ハインリヒ三世博の死により、最初期のザイン博家の断径が耐えると、ハインリヒ三世の妹アーデルハイトが、シュポンハイム博ゴットフリート三世についでいた。関係で、次のザイン博家は、シュポンハイム家から迎えられた。夫妻の長男のシュポンハイム博ヨハニ1世が、ザイン博を兼ね、その息子の世代で、 ハインリヒ一世のシュポンハイム伯爵家を、ゴットフリート一世が、ザイン伯爵家をそれぞれ相続した。ゴットフリート一世伯の息子のうち、上の息子ヨハン二世は、ザイン伯領の大藩を受け継ぎ、ザインザイン伯爵家の子祖となった。一方、下の息子のエンゲルベルト一世はファレンダー及び、母方から、ホンブルク・ブレルを相続し、傍系のザインホンブルク伯爵家を創始した。 ザイン・ホンブルク博家は、その後、ビトゲンシュタイン伯爵領を相続して、ザイン・ビトゲンシュタイン伯爵家を称した。ザイン・ザイン伯爵家は1606年、ハイン・リヒ4世博の死により断絶した。ハイン・リヒ4世の命で、女子相続人のアンナ・エリーザベトは、同族のザイン・ビトゲンシュタイン伯爵家の次男ビルヘルム3世と、結婚しており、ビルヘルム3世が、 ザイン博釈料を受け継いだ。ビルヘルム三世の家系は、ザインビトゲンシュタインザイン家と呼ばれるようになった。しかし、ビルヘルム三世の孫息子ルートビヒが1636年に、わずか7歳で死去すると、ザイン博料は、ルートビヒの二人の姉妹、エルネスティーネとヨハネッテに、分割相続されることになった。姉のエルネスティーネは、 ザイン派ヒエンブルク伯爵寮を相続し、同伯寮はその突次先のマンダーシャイト伯爵家を、はじめ、所有者を次々に変えた。妹のヨハネッテは、ザインアルテンキルヒエン伯爵寮を割り当てられ、彼女の二番目の夫である、ザクセンアイゼナ博をヨハンゲオルク一世が入手した。1803年の帝国代表者会議主要決議により、ライン地方に、 ナッサウ公国が成立すると、二つのザイン伯領は、公国に併合されることになった。ザイン伯領は1806年の、新生ローマ帝国の消滅を待たずして、独立両方の地位を失った。ナッサウ公、アドルフ一世は1866年に、ナッサウ公国を失った後、1890年に、なってルクセンブルク大公国の元首となった。この関係で、 ルクセンブルク大公は、現在も、イン伯爵の称号を使用している。ありがとうございます。